ルシャン・ドゥシコ・バイエビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナの元サッカー選手。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督。サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。バイエビッチは1966年に FK ベレジュ、モスタルで選手経歴を開始した。ベレジュでは1977年までの11シーズン。 在籍シリング戦2 7 7試合に出場し127得点を記録した。1977年にギリシャのエックアテネへ移籍すると2度のリーグ優勝と1度のカップ優勝に貢献。彼自身も1980から81シーズンにリーグ得点王となった。アテネではサポーターの支持を集め、またクラブ史上において、 最も顕著な活躍を見せた選手の一人となった。晩年は、古巣のベレジモスタルへ復帰し、1983年に現役を引退した。ユーゴスラビア代表としては1970年から1977年の間に国際 A マッチ37試合に出場し29得点を記録した。1974年の FIFA ワールドカップ西ドイツ大会一時、 リーグ、対ザイール戦では、ハットトリックを決める活躍で同国の2次、リーグ進出に貢献。地元開催となった UEFA 欧州選手権1976にも出場した。引退後は指導者の道へ進み、古巣のベレジモスタルの監督に就任。 1986年のユーゴスラビアカップ決勝でディナモザグレブを3から1で下し優勝に導くとそのシーズンのリーグ戦を2位で終えた。1988年にギリシャのエックアテネの監督に就任すると1996年までの長期間監督を務め4度のリーグ優勝と1度のカップ優勝に導いた。この手腕が認められ1996年に ギリシャ国内の競合オリンピアコス FC の監督に就任したが、エッグアテネのサポーターに反感を買った。オリンピアコスでは1997年からリーグ3連覇と一度のカップ優勝に導いた。1999年にはリーグカップの2冠と UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝進出に導くなど大きな成功を収めた。 パッチテッサロニキアエックアテネ、オリンピアコスで監督を務め成功を収めたバイエビッチは2006年5月25日にワルテル・ゼンガの後任としてレッドスターベオグラードの監督に就任した。これは当時会長を務めていたドラガン・ストイコビッチの意向によるものであったが、就任当初は UEFA チャンピオンズリーグ2006から073回戦予選で AC ミランに敗れ、 UEFA カップにおいても1回戦で FC スロバンリベルツに敗退するなど結果を残すことはできなかった。その後、国内のリーグ戦では2位以下に勝ち点差14の大差をつけ前期戦を首位で折り返した。しかし後期に入ると成績は下降戦を下るようになり、2007年2月27日のパルチザンベオングラードとのダービーマッチで敗れると、サポーターから激しい非難を浴びた。 そして同年3月10日の FK ボイボディナ、ノビサド戦の70分に、突如ピッチを去り、試合終了後に G を表明した。後任は、アシスタントコーチのボシコ・ジュロブスキが務めた。同年9月7日に、ギリシャのアリス・テスシャロニキと3年契約を結んだが、2008年7月1日に、監督を辞任した。ありがとうございます。